新しい私いろいろ始める仙台いろは。今日の仙台いろはは、新型コロナウイルスの感染予防の対策や注意点について聞いた専門の方のインタビューをご紹介します。がんの患者さんによってはですね、新型コロナウイルス感染症によって非常に重症化するリスクが高いというふうに言われております。でがんの患者さんは他のいろいろな生活習慣病を抱えていらっしゃる方が比較的多いということ、それから年齢が高い方が多い、すなわち高齢者が多いということ、治療自体は基本的には延期や中止するというようなことはあまり考えないでいただきたいと思います。その方の新型コロナウイルス感染症の重症化のリスクと相談して天秤にかけてですね、現在の治療を中止すべきか延期すべきかということを主治医と一緒に相談していただきたいというふうに考えております。血糖値が高いと、その結果ウイルスなどを退治する免疫細胞、特に白血球のようなもの の機能が落ちてしまって働きが弱くなって、でそれを退治できにくくなる、それが感染症にもかかりやすいし、その結果その後重篤化しやすい。感染した後その熱が出たり炎症が起こったりということになりますと、血糖値が非常に乱れやすくなります。また薬なども効きにくくなる部分があります。ですので血糖値が高いと感染もしやすいんですが、感染した後また血糖値も高くなりやすい。そうするとどんどんとそれが悪循環となって悪くなっていくというようなことが想定されています。新型コロナウイルス感染予防にはマスクと手洗いは欠かせません。私たちも皆さんと一緒に頑張ります。さらに詳しい情報は仙台放送ドクターサーチ宮城のウェブサイトをご確認ください。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。